ってジャンから早速巻き返します。9番の石口啓太、7番の岡崎翔吾、先行体制に入っていますが、9番の石口、2番の中野、そして5番の小原はちょっと遅れている。4コーナーから直線です。ホームでここはかましきりそうか。9番の石口啓太、マーク2番の中野智樹、この2人が引きるか。7番の岡崎翔吾叩かれて、ここは3番手縦1本で2コーナーからバックへと向かっていきます。先行は9番の石口啓太、そしてバック6番手からは3番の石山直也、ここは自力を使っていきました。その後ろ乗ってくるのは5番の小原克美で、2センターから4コーナーカーブ、 石山のまくりですが、現在は3番手、4コーナーから直線です。逃げる石口の番手から2番の中野智樹、中野追い込んでのゴール。じゃあ、まあ前取って、まあ、引いてかましてもらった展開は、じゃあ、あるけど、まあ、残したところ、まあ、反省点はありました。